チャオ、あちゃんです。今日9月の8日、はい。あちゃん家の晩ご飯、ちょっとね、唐揚げしようかなと思って、でさっきちょっとね、サクッとサラダを、今日はキャベツと人参とキュウリで作りましょう。はい、では作りましょう。できました。唐揚げ、パリパリポテトとパリパリダブルチーズポテト、フライドポテトで食べたいと思います。はい、ではいただきます。熱っやっぱり熱い、うん、でも美味しく出来上がってるはずです。前にマイクをした音しとかだね。咀嚼音がうるさい。おっぱいの谷間のところにマイクつけてちょうどいいね。それでもまだ咀嚼音入んねんけどね。いただきます。何から行こうかな。唐揚げ、やば、おいしい、うん、自画自賛よ。ドレッシング何かける？これでいい？米どこやったっけ、あの人参ドレッシング美味しかったよな。あ、松屋か、松根屋か。作ろうか。うん、忘れた。うん、階段、まあ間違いないね。ちゃん大好き、パリパリポテト、ダブルチーズ。うん、このスパイシーソルトだけ売ってほしいな。おいしい。これスパイスソルトだけは売りませんって書いてあったホームページに。
これだけ瓶詰め調味料にしたら売れるやろね。唐揚げ。普通やって。あんちゃんちゃんデフォルトなんだから。最初は美味しい言っとってくれたのに。慣れてもうた。味薄い？薄くはないよ。もう少しかついてる。味せ。変ことはない。ポテトはね、ポテトの皮付きでいったらもう最高に美味しいの。素揚げでもいいんだけどね、粉つけた方がちゃんと好きやからつけんだけど、ついてる。キャベツもちゃんと食べやん。パリパリポテト作った人天才やな俺。これ結構風味ね。あんちゃんは中学校ぐらいの時からあんちゃうかな。お母ちゃんたまに作ってくれてもおかわり。なんでブラタモリ見てんの。なんか渋いね。ブラタモリ。池上さんやん。池上さん見ようかな。27時間テレビか。なこれ。アルマジル。あれやな。池上さんやな。川氾濫、川あるから危ない。山も危ない。川から遠い方がいいんじゃない？何もあるやん。山崩れてる、怖くない？難しいな。高いとこがええんかもわからん。でもあかんっぽいけど。山の下は崩れてきて危ないよ。時間の問題。時間とかじゃん。本当に自宅だっけ。
の間通っていて、やっぱ C やな、やばいな、うん、山の下は崩れるかも分からない。で山で避難したり騙されたってやったらどうするの、うん、水が、あと唐揚げ2つ、山崩れたらどうするの、うん、山崩れへんの、うん、絶対とは言えん、全部あかんやん、崖崩れ、全部あかんやん、うん、おや、うん、うな言うな、言ってたよ、うなも言ってたで、全然聞こえへん、雨歩く。車は危ない。危ないな。何なん？車は危ない。渋滞の問題なの。うん。実はヘリコプターで飛ぶ。タケコプター？どこで戻る？どこで戻るわい？歩くか車しか買わないね、うん、チャリ、チャリも車じゃん、やっぱし、歩くのはどう乗らないんじゃん、歩きは自由聞くかじゃん、海外とかになったら自動運転ってどうなんだよな、無理ちゃう、できたら、うん、こんな簡単な問題だった、うん、簡単やな、一問目で言います、でも結構車で避難する人多いからちゃう、B や B、センチ、こういうことやな、バケツやな、うん、バケツとかやな、うんうん、あれは何 cc や、ミリリットルの cc でしょ、これは違うかな、やった、うん、うん、覚えてないけど、80ミリってめっちゃ強烈や、うん、ズワーって振るぐらいここで見てやったもん、10ミリ、うん、吉野のなとこにあんねん、この機械80ミリ、いや、ごめん、
だね。罰いくつ意味ないよ。意味ないよ。中入って。一緒のこと話していいですか。スニーカーよ。スニーカー。うん。泳いだいね。泳がれへん。フックと一体型の靴みたいな。あいつのやつ。そもそも腰まで行ってないから何も必要ない、うん、完食しました。美味しかったです。明るからか、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、唐揚げ、フライドポテト、パリパリポテト、ダブルチーズで食べました。美味しかったです、うん、ちょっと元気になったかな、うん、子供もね、唐揚げ喜んで、揚げ物やっぱ喜んで食べてくれるしね。もう作ったやつ全部終わり。あと1個だけパリパリポテトあるよね、食べときや、はい、ということで、キャベツも食べときや、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、これ、ね、全部完食でした、はい。ごちそうさまということで、今日は上もねめっちゃ食べる、嬉しいね、はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんちの子供が喜ぶ晩ご飯、昨日のね動画の最後でちゃんと予告したと思うんだけどね、子供が喜ぶ晩ご飯、完食してもあっちゃんちょっと幸せです、はい、美味しかったです。ではまたね、バイバイ今日の唐揚げ、フライドポテト、パリパリポテト、よかったよと思ってくれたら高評価を、また応援コメント、チャンネル登録とかしてみてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまたね、バイバイ。